伊藤洋華堂安城店は愛知県安城市住吉町3-1-8にあるショッピングセンター。サルビアプラザと表記される場合もある。東海地方における伊藤洋華堂のモデル店舗である。1997年11月、安城市民の強い期待感を背負って名鉄名古屋本線新安城駅南側に開店した。商業施設面積は13,700平方メートル。 なお、1996年5月には、安城市最大級のショッピングセンターとして、商業施設面積22,818平方メートルのザモール安城が開店している。地域客に愛される店舗作りを一層進めるため、2014年から段階的な改装を行い、2015年7月24日には、全館がリニューアルオープンした。 2017年2月には、キー・カツーラさんの生マグロが、お値打ち価格で販売され、料理研究家の鈴木安菜によって、韓国風ユッケや,や黒ごまから試合などの食べ方が、提案された。とことん、食にこだわる伊藤洋華堂と東海ウォーカーのコラボによって、2月25日には、マグロの解体ショーなどの、マグロ祭りが開催された。安城警察署管内では、 自動車のナンバープレート盗難が多数発生しているため2019年5月20日には無料マイカー点検ナンバープレート盗難防止ネジ取り付けキャンペーンが開催された。ありがとうございます。